インターナショナルカップグループステージ決勝トーナメントへの進出はグループ内で上位2チームとなっています。この時間はフランス対デンマーク、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはエスタディオベイラディオで行われます。50年以上の歴史を持つブラジルでも有数のスタジアムです。デンマーク国歌お聴きいただきます。続いてフランス国歌です。さて北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。グリーズマンですね。スピード、テクニック、判断能力、どれもレベルが高いですよね。ドリブルで仕掛けてからのシュートもバリエーションが多いですよね。選択肢の多さ、判断の速さというのも彼の大きな武器ですよね。はい、当然監督も彼の働きに期待していることと思います。今ファーストハーフキックオフです。インターナショナルカップグループステージ第2節、フランス対デンマーク。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。マスポーク、これはよく止めました。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。これを拾いたいデンマーク。パバール、一旦前を取る。この柔らかいパス、シュート、うわ、まだる。さあミドル、立ち上がりから行くぞっていう感じが出てますよね。序盤から非常に楽しめそうな試合の入りになりましたね。ポグバ、グリーズマン、ユカエルナンデス、グリーズマン、素早いパスで攻め上がっていきます。パバール、デンマークはここクリアで難を逃れます。ユスフ・ポウルセン、このボールはカットされます。ボールを下げてリズムを作るか。ラビオ、組み立てながら攻め上がっていく。足元大事にいきます。ポグバ、シュート、シュマイケル、いやー、これ褒めるべきは守護神ですよね。今の止めちゃうんですからね。明豪、大きく縦へ。エリクセン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。グリーズマン、ジルー、ジルーからムバッペ、サイドへ、緩いボール、
デンマークあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあシュート、すごい反応を見せました。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。フランスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ホイビは縦へのボール。デンマークとしては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか、ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんでしょうか。まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、うん、そうするとそこにスペースができるので、はい、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど、そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね、そこに別の選手が走っていってもいいですし、うん、柔軟にビルドアップもできますからね。はい、女房長いボール縦へ、パスでつないで攻め込んでいきます。デンマーク裏を狙う、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ケア一旦戻します。キーパー前へ蹴り出します。ダニエルバス、ユカエルナンデス。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。フランスとしてはシュートも打ててますしね、試合も優位に進めてるんですけどもね、最後は決めきれないですよね。少しストレスがかかってくるかもしれませんね。アンドレアス・クリステンセン、アンドレアス・クリステンセン、ムバッペ、さあ一気にカウンター来た、ジルー、いやいや、ナイスセーブ、いやよく止めましたね、ファインプレーですよね。デンマークは相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。いやーチームとしてあの状況を作ってしまってはいけないですよね。それにしてもナイスキーパーでしたね。中に合わせてくるか、グリーズマン来た、シュート、ジルー、バラン、ポグバ、パバール、右サイド上がっていきます。一人で行く、フランス奪い返します。ポグバサイドを使います。ポグバから右へ、パバールから中、デンマークはここクリアで難を逃れます。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。左サイド上がってきます。丁寧に足元を使う、うまいですね。どうだ、近辺で危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。グリーズマン
ポグバ、ラビオ、一人で持ち上がっていくユカエルなんです。前半28分、カンテ、ポグバ、素早いパスで攻め上がっていきます。ここはすぐ奪い返します。フランス大きくサイドを変えます。このパスを受けてラビオ、ここ来ましたよ、ウッツ、シュマイケル、長いボールを送ります。エリクセン、ニョーゴ、ここで収まる、ブライス・ワイト、ダニエル・バス、エリクセン、グリーズマン、パバール、サイドを変えます。ラビオ、ポグバ、ポグバからムバッペ、シュート、ラビオからジルー、ジルーからクロスボール、ボールはクリア、裏へのスルーパス、ブライス・ワイト、コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。キーパー弾く、どうだ、チャンスを演出できるか、デンマーク、ここでファールをもらいます。ホイビワ、さあ右へ預けて、仕掛けるタイミングを図る、中はマイスイル、さあ中央へ、フランスはここクリアで難を逃れます。ダービオからムバッペ、裏へ届くか、裏へ飛び出した、さあムバッペ、ブライス・ワイト、チャレンジはしません、後ろに流す、長いボール縦に入れます。ポグバ、フランス起点となるアクションを作っていけるのか、キンペンベ、ユカエルナンデス、ユカエルナンデスから長いボール縦へ、大きく縦へ、デンマークが最終ラインまでボールを下げる。デンマークとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。グリーズマン、シュート、いや、いい反応でしたね、北澤さん。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。
枚数いる、中につなぎたい。これはどうだ。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。まだスコアレスです。さあ、まずは前半が終わりました。フランスとしては得点には至りませんでしたけど、特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。先制して折り返すぞという気持ちを感じ取りましたね。インターナショナルカップグループステージ第2節、フランス対デンマーク、0対0のまま後半に入ります。さあ、後半スタート。フランスとしては攻撃の形はできてますから ね、後半も続けていきたいでしょうね。はい、ブライス・ワイト、いけるか。クロスが上がる。バラン、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。グリーズマン、チャレンジはしません。後ろに流す。キンペンベ、フランス、なかなか前にボールが運べません。カンテ、ジルー、右サイドへ振って、ポグバからパヴァール、カンテ、カンテからリュカ・エルナンデス、シュート。カンテ、ミドル。いや、素早いシュートモーションでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。カンテがキープしたとき、周りのオフ・ザ・ボールの動き素晴らしいですね。まあ、彼が持った瞬間、周りのスイッチが入って全体が流動的になりますよね。縦へのボール、ホイビワ、ユスフ・ポールセンから右へ。ユスフ・ポールセンからのパスは通りませんでした。ユカ・エルナンデス、カンテ、ポグバ、組み立てながら攻め上がっていく。ジルー、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打ってますからね。ジルー、ミドルシュートでした。キンペンベ、ユカエルナンデス、キンペンベ、グリーズマン、パバール、ポグバ、ボールの奪い合い激しいものがあります。ケア、ニョーゴ、ジルー、ユカエルナンデス、グリーズマン、ラビオ、ラビオからユカエルナンデス、このファール、カードをもらうかもしれません。イエローカードです。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。このクリアボール拾いたい。ラビオ、ルーズボールになる。クリア、このピンチをなんとか出します。どうする、グリーズマンからのパス、
ポグバからリュカ・エルナンデス。さあ中はいる、パバール。ワンサイドゲームという試合展開にはなっているんですが、依然として得点に動きはありません。ただお互いね、きっかけ一つで大きく変えることができますからね、流れはかなりあると思いますよ。さあムバッペ、いやファインセーブです。いやファインセーブですよね、よく取りましたね。これフランス決定的なチャンスを収めることができませんでした。ケア、ホイビワ、エリクセン、ホイビワ。さあ左サイドへ、ブライスワイト。ここは間合いを取る、中で味方の選手が待っている、ボールが上がる、ユカエルナンデス。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあどこに出してくる、ここで前を向けるか、また中央へ、ラビオ。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。さあエリクセン、スルーパスを出す、抜けるか、中人数揃っている、ここで丁寧にコントロール。ここは大きく縦に入れます、ボールを下げてリズムを作るか。組み立てていきます、ラビオ、グリーズマン、ラビオ、ポグバ、ルーズボール、ミドル、シュマイケル。いやーこれよく止めましたね。そうですね、ナイスキャッチですよね、しっかり押せましたよね。ジルー、ミドルシュートを打っていきました。チェックを受けますが動じません。ブライスワイト、いいプレッシャー、グッとこうスピード上げてもよかったんじゃないかなと思いますけどもね。グリーズマン、グリーズマン、ジルー、ポグバ、パスをつなげます、グリーズマン。ブライスワイト、ニョーゴー、さあ残り15分、また中央へ、エリクセン、シュート、惜しい。ラビオ、キンペンベ、バラン、ポグバ。さあムバッペ、さあ右へ預けて、チャレンジはしません、後ろに流す、パバール、スルーパスを狙う、ここで丁寧にボールを扱う、上がる、クリアです。デンマーク、ここはクリアでピンチを脱します。ラビオ、サイドを使います、ここはつながりません。
いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。右サイドを上がっていきます。ユカエルナンデス、スペースを狙う。いいとこ入りますよ。もうこれいいでしょ。中は枚数います。フリーだ。エリクソン決めたい。ちょっと小さい。ドルーズボール抜けてくる。クロスを上げる。これはクリア。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。ここで受けて、さあワンツーから、このクリアボール次へつなげたい。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。速いパス回し、さあムバッペフリーで受ける。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。デンマークとしてはもう残りこの時間で何とかしたいところですよね。エリクセン、ホイビは絶好の位置、ミドル、これはチャンスだ。デンマークこれは奪い返します。さあ最後上げてくるか、クロス、シュート、これはクリア。左サイドのドリブル、このボールに触ります。ブライス・ワイト、さあ笛が鳴りました。0対0、今日は0対0の引き分けという結果に終わりました。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。フランスとしては戦力的には上だっただけにもったいなかったですよね。今日の試合で動きづらかったところを思い出してね、次への課題にしていってほしいと思いますよ。そうですね。さあお別れの時間が迫ってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップグループステージ第2節、引き分けて両チーム勝ち点1を手にしました。